たい焼きありがとう。これからお仕事行ってらっしゃい。受付嬉しかった。コマも嬉しいよ。本当は7時からって言ってたのに、あの寝坊した。起きたら7時だった。そこから着替えて、紙クリップでまとめて、寝癖の前髪をもうどうにもできなかったから溶かして、そのまま。めっちゃぼーっとしてた。おはよう。朝喉乾く。まあ寝るのが大好きすぎるのかもしれない。毛布が寂しい。毛布に会いたい。毛布はどこ？みんな何時からお仕事に行くの？もう仕事始まる？めっちゃ喉鳴った今。これももちゃんとお揃いの T シャツなんだ。お揃いにして買ったわけじゃなくて、たまたまお揃いだったんだ。あ、仕事中。お仕事中なの？見てくれてありがとう。見つからないようにね。何の仕事してるのか気になる。通勤中。ああ、通勤通学の時間ってすっごい憂鬱なんだよね。目開いてるけど脳が寝てます。うん、多分目と口以外全部寝てると思う。手も足もまだ準備中。もう本当にさ、学校行くために準備するのすっごい憂鬱なんだよね。学校嫌いなのかな。中学校の頃からずっとそうだった。ハートありがとう。うわ、えい、朝一発目がめっちゃなるの。ハートありがとう。確かに涼しい朝これぐらい。あ、電気つけてないし。うわー、眩しい。やだ眩しいの嫌い。ポキさんじゃん。え、何が嬉しいよ。何でも嬉しいけど、何が、男がポキさん要素なんだ。ハートありがとう。ゆなさん、目が、マジ
ださいみたいに大きくない、いい画角でしょ、つけたの。たい焼きありがとう、ピンクのたい焼き、リップのとこ。なんでずっとイエベだって思ってたんだろう、ブルベってことに気づかなかったんだろう。でも似合わなかったんだよな、お前は。ちょっと肌が白くなったからかな。あ、ピンクのたい焼きありがとう。おしゃれな壁、これはピンク、もともと真っ白だったけど自分でピンクに塗ってシーンで買った飾り、シーンで買ってた棚を自分でつけて、あと全部シーン、セカンド、そうだと思う。ファーストがブルーベ夏で、セカンドイエベ春だと。だからね、ブルーベ冬は浮いちゃうの。でもごっつりブルベ夏は浮かないから大丈夫。イエベ春の方が逆に浮いちゃう。同じ？そういう人もいる。ごっつりを触れたのやめてこう言って、あ、ちょっとアイドルっぽくないなって思ったから。回ってないのよ脳が。今なんて言った？なんでもいいよね今日起きてさ、鏡見たらさ、むくみひどすぎてさ、びっくりしたけどさ、もうみんな昨日の時点でみんなに伝えといたから、むくみでここまで顔でかくなるよって。脳くるくる回ってるよ。結構考えて発言するタイプの人間だから。え全然、本当？髪はボサボサでしょ？寝癖すごいでしょ？こまなんか寝相が悪いみたい。そんなでもない。嬉しい。何時に起きたの？7時。10分クオリティです。やめんしゃい。あーな、そう、こまちゃんめっちゃいじられてた。保育園の時とか。回されてた。大きい男の子に。居残りさんだったから。居残りさんはさ、仕事行ってらっしゃい。ほら、ありがとう。もう場面で送ってくれて、あれすごいよね。あの体勢でよく寝れるよ。自分でもすごいと思う。え、何の話してた？あ、そう、お残りさんで。全学年のお残りさんが集まるの、駒の保育園は。その時に2つ上ぐらいのお兄ちゃん、名前はもう忘れちゃったけど、ちょっとやんちゃなお兄ちゃんに回されて泣いてた。フォローありがとう。回さないで。昨日のマミ、あれすごいよね。盗撮されてた。寝るときはコマは横向きじゃないと寝れないから、
なんかもうくる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 して髪の毛ぐちゃぐちゃ。よしよし。すごいよね。なんで朝さ見てくれる方がいるんだろう。ハートありがとう。だって自分の準備に集中しちゃわない？そんな時でも配信を見てくれるオタクの鏡のような方がたくさんいるんだよな。ハートありがとう。本当にカエルだったね。いつだっけ、日曜日の夜か、寝落ちしたんだよね。帰ってから一瞬でベッドに、あ、ソファーで行って寝坊した。ありがとう。朝配信ありがとう。そう言った、昨日でも10分寝坊した。あ、ありがとう。あ、ポキポキ鳴らしたくなっちゃった。でもあとは鳴らないの。ウルトラマン、なんだそれ。ハートありがとう。ちょっと日向さんとマッシーさん、いやいやいや、やめてください。お二方に失礼ですから。昨日は寝落ちしなかった。ベッドにいたけどやばいと思って下のソファーに降りてゆっくりしてお風呂入って寝た。到着して、あら、じゃあ出勤すれば出勤になっちゃうのね。流れ星ありがとう。そろそろアラーム鳴る。電車の中で鳴っちゃやばいよ。バスとかね、電車とかね。離れます。うん、またおいで。てってれてってってれてってれてってってってれてってって、高速道路は渋滞中、赤いテールライトがネックレスみたい。ピンクのたい焼きありがとう。お前さ、耳かきが好きなんだよね。あ、ハートありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。会社に行ってらっしゃい。頑張ってね。うん。おはよう。気づいて自由を選ぼうか。耳かきされに本当にいいよね。スマホにつないで耳、やば、本当に今はみんなのなんか耳かき、握手会より耳かき会がしたいんだけど。じゃあ10分コマの耳かき耳。何円までなら払える？10分間2回とも柱の裏で一瞬渋滞ちゃんと見た。ははっ、ウケる。2回やったのにね。わかる。前に私もめっちゃしちゃう人なんだよね。ダメって分かっているものの、膝枕、あ、しないです。専用のベッドに横たわってください。そしたらコマがその横に座る。トヨタリオに落ちて、ウケる。めっちゃ頑張んなきゃじゃん、コマ。
10分に行きっぱショールーム見てやる気が出る。よかった。膝枕なしだよ。すっごいリアル。やっぱそこら辺なんだね。2キュッパ3年に。あるかな。でもそう考えるとさ、お話し会ってすごいね。だって60秒で結構長くでしょ。めっちゃ喉鳴るんだけど。腕みはるさんに会いたい。22日までお預け。ねえ、オフラインがいいよね。みはるさんとそうだよ、たくさんお話しさせていただいてる。みはるさん好き。結婚するならみはるさんがいい。どういうこと話すの？どういうこと、いてどういうこと話してんだろう。全然わかんない。なんか全然わかんない。そう、くっつけ虫。そう、頑張る。22日まで。はあ、早く会いたい。レイナさんいないんだよね。マリナさんが天気がいいですね。ファイみたい。メールさんからもらったハイチもったいない。うん、もらってすぐ食べた。写真撮ってコマのカメラ漏れるって言ってた。いくらでも撮ってください。私のカメラでいくらでも撮ってください。本当にそう、スマホも興奮しちゃうから。みはるさんが映ったって。待って、蚊に刺されてね。あ、もうやだ。でむくみすごいし、やば、むくみやばいかも。あ、そうでもないか。ふくらはぎもうね、公演後はね 1.5 倍ぐらいになる。学校時間、あのね、よく考えてみたらね、8時までやっちゃったらちょっと遅刻するんだよね。だから10分前ぐらいに終わるね。みはるさんが勝手に自撮り、めっちゃ嬉しいよ。もう全部保存する。そう、ワンちゃんとね、可愛かった。鼻が、なんでみはるさんってあんな可愛いんだ。ずっとさ、みゆみゆさんがいらっしゃらなかったじゃない。本当にね、みゆみゆさんってすごいんだなって思った。キャプテンなんだなって、私たちのかっこいい。みみさん、お花のんぱありがとう。曇り、雨は降らないんだ、新潟市。前回は今何の話してたっけ。
いなくて気づく。え、何の話したっけ。いなくて気づく。お仕事。あ、みゆみゆさんだ。本当キャプテンなの私たちも最高な。うん、本当回ってないんだ頭多分。ピンクのたい焼きありがとう。いっぱいありがとう。一瞬で寝たよね多分。ピンクのたい焼きいっぱいだね。ありがとう。You like me。 オレンジありがとう。二十歳になったみゆみさんにお酒連れてってもらう。三浦さんとも約束した。でも待って、今年で16、10歳差だから、コマが二十歳になったら宮部さんが30歳でしょ。次のキャプテン優派さんな気がする。10歳差でしょ宮部さん。コマ20歳、宮部さん追いつけないんだろうな。全然素敵な女性に。ゆうたん朝配信でこもちゃんにと、え、なんで何もしてないよ。何もしてないんだけど嬉しい。どうしたんだろう。こもちゃんがキャプテン絶対無理。こもそういうタイプの人間じゃない。そういうタイプの人間じゃないんだよ。へこへぺぺこぺこなんてポコポコしてるからずっとへにょーんってしてずっとポケーポケー。ある程度考えは持ってる人だけど絶対に言えない人だからずっとポケポケしてる。キャプテンいいのいいの。振り付け教えてくれ。確かに一緒にやったわ。そんなんでありがとう言ってもらえるならいくらでも教えますけど。本当にいい子なんですゆうたんって。すごい、すっごい褒めてもらえた。ほめちゃんの当たり前がみんなに優しさを分けて、あー嬉しい。優しくなろう。みんなに指示を。本当に苦手、めっちゃ厳しい。ほんま人に怒ったことないかもしれない、もしかして。あ、嘘、全然あった。ほんまちっちゃい頃さ、めっちゃさ、オレンジペンライトありがとう、めっちゃさ、もうさ、すっごい聞かない子でさ、ずっとさ、やんちゃな子でさ、なんか意地悪されてさ、怒ってさ、男の子の背中噛んだ。めっちゃ怒られた。そう、背中噛む人はね、キャプテンになっちゃいけないんだよ。4期でキャプテンっぽいの春菜だって思われがちだけど、春菜は絶対ないと思う。絶対言えない人だから。噛まれたいは嫌だな。春菜はないね。なんか4期は考えて話すタイプの人と
感情で話すタイプの人がいるから誰も正直向いてない。別にみんなが悪いとかじゃなくて向いてる子がいないってだけ。感情で話したらまとまるわけないし、めっちゃ考えるけど言えない人がいるから、私的にね、私的にだよ、ゆあちゃん、はるな、磯崎はちゃんと考えるけど人に伝えられないタイプの人なの。あとの子は感情で話すタイプの子たちな気がする。あ、ひろかも考え、いや案外感情タイプだな。ひろかは、ひろかめっちゃ感情タイプだった。そうだ。あとはでもそう、あのね、なったら変われると思う。みんな変わるでしょ、適応しちゃうよ。なぎちゃん、ももちゃん、うん、めっちゃ感情で話したい。アンナも、うん、アンナ結構そっち側だと思う。それがいいとか悪いとかじゃなくてね。そうなんだよ、変わるんだよ人って。私もキャプテンにもしさ、あらしていただいたらさ、変わるのかな。ペガサス、プテラノ、いや、わかんない。いいよね、あの動画かわいいって。ありがとう。まとめてる子いないよ、そんな子は。実は4期生ほとんどしよう。あ、そうなの？4期でまとめてる子本当にいないね。なんかぐだっちゃってどうしようもない時はできるだけ言うようにしてる。いや全然言えてないな。言わないと言わないとって思いながら終わってるわ。ダメなんだよね、ほんとそういうの言えない。絶対リーダーっていないよ。誰が一番、いや言うたんでしょ、あの子はほんとに頭いいよ。本当にゆうたんは頭いいよ、えらい、マジでえらいと思う。ハードスケジュールだと思う。言うときどうやって言うの、ちょっとやろうってちょっとやろうって言う。うちの最年少すごいよ本当に。偉いと思う。だって学業との両立も大変なのに、加えてプラスアルファで努力しようとしてるから、勉強して。ヤンキーズあり、キラのだるまありがとう。そう、確かに毎日配信もして。すごいよあの子は、本当に本当に燃焼めっちゃ喉鳴る。燃焼組がしっかりしてる。うん、別にそんなどうなんだろうね。ゆあちゃんはでもしっかり、ゆあちゃんのイメージが大きいと思う。うん、なんでなら、なのよし、誕生読みさせてもらおうかな。なんかで
でも一気に来たぞコメント。うん、遅刻しちゃうから大丈夫です。思ったより準備できなかった、配信前に。だって10分だもん、いろいろやんなきゃいけないことがある。やばいやばい。いきますね。13位、しげさん、ありがとうございます。12位、カズ104さん、ありがとうございます。11位、リカさん、ありがとうございます。10位、カナリーさん、ありがとうございます。9位、アキノーさん、ありがとうございます。8位、玉田高久さん、合ってるかな、ありがとうございます。7位、ハルキングさん、ありがとうございます。6位、テツオさん、ありがとうございます。変わったね、誰が入ったんだ。誰だろう。あ、5位かな。いや6位か。6位、シジュウカラさん、ありがとうございます。5位、まるちゃんさん、ありがとうございます。4位、ブルーさん、ありがとうございます。3位、ぶんちゃんさん、ありがとうございます。2位、おじゃさん、ありがとうございます。1位、けんじですさん、ありがとうございます。ありがとう、みんな。なんか白飛びしてるけど、いやいや、こちらこそありがとうですよ。ピンクのたい焼きありがとうね、ハートもありがとう。それならそれでしょうがない、さと割り切ったみたいに。頑張ってね、いってらっしゃい、またね、バイバーイ。